自民党総裁選への出馬が取り沙汰されている小泉進次郎元環境省衆院神奈川11区は18日横浜市内で開かれた党県連の会合後出馬を期待する声が上がっていることについて記者団から問われそういう声をかけてもらえるのはありがたい今後については真剣に考えて判断したいと述べ熟慮する考えを示した 総裁選への立候補に意欲を示す議員が十人町に上っていることには、派閥解消という岸田首相の判断で手を挙げやすくなったのがあると思う。自民党が本当に変わった姿を示す上で、派閥解消が名ばかりでないことを総裁選で示すことが重要ではないかと強調。政治と金の問題で失墜した党の信頼回復に向けた 改革マインドを逆戻りさせないことが重要だとも指摘した以下はネット上の意見をまとめたものです小泉純一郎元首相はパフォーマンスが上手くて総じて国民人気は高かったような気がするしかし政治経済は米国の新自由主義を導入したせいで国民の非正規雇用が大幅に増大し 国民生活が貧しくなるきっかけを作った人物のように思う郵政解散を見て純一郎氏を一時期本当の変人だと思ったこともあったが地盤を息子に譲るあたりでただの親バカに過ぎないと気がついた人気だけであまり苦労を知らない世襲議員の新次郎氏に出馬の期待をかける自民党は選挙に勝ちたいだけなのかもしれない 若手議員からの強い要望で、いち早く推薦人を確保し、立候補を表明したコバホークの登場により、新次郎氏を選ぶ理由がかなり狭まったと思います。コバホークよりも若く、パフォーマンスには長けていますが、結局それだけ、学歴は関係ないとは言えないほど、圧倒的な差があり、しかもその差がしっかりと、政治能力の差にそのまま反映されているように思います。 しかも、新次郎氏には、環境大臣時代の失点がある。新次郎氏が出馬を、なかなか表明しないのは、コバホークを意識しているためでしょう。もし出馬して、コバホークに乾杯すれば、お互いに若いので将来にわたって響きますし、国民の人気は、新次郎氏のような報道ですが、総裁を選ぶのは、自民党員ですから、どちらが実力があるのか。 ミス化されていいるのでではないでしょうか国民もこの2人を比べたらどちらが総理にふさわしいかだんだん分かってくると思いますよ。岸田内閣が積み残した多くの観難である防衛費少子化対策費等の予算確保という長男間の問題解決をこの方が本当に今の時点で国民を説得して実行できるか見えてきませんね。選挙の顔をすえて 党のイメージ刷新としてはこの方は最大の効果を発揮するかもしれませんが本当の勝負は選挙が終わって総理になってからですからね今は時代の過渡期で本当に運営の舵取りが非常に難しい時お父さんがおっしゃるようにまだ早すぎるので次の次の順位で良いのではないかそれまでに単力やら政策の策定能力 そしてその実行能力等をとことん磨いておいた方が良いと確信します。明らかに経験不足、まだ早いよ。自民党は総選挙前になると、とりあえず総裁を取り替えて、その場しのぎする癖がある。かつて、会津出身の伊藤正義氏が表紙だけ変えても中身が同じなら、国民を欺くことになると自身への総裁就任要請を誇示したことがあったが、 今の議員たちにそれだけの覚悟や矜持があるとはとても思えない総裁選に多くの人が立候補することはこれまで密室で決められていたことに比べてはるかに良いことのようにに思いますただその中には不適格な人も混じっていて小泉進次郎もその一人です残念ながらその器ではないからで常識のある日本人ならお分かりになるはず 単に人気あるだけでは、今の緊迫した国際、国際情勢は乗り切れず、結局そのつけは国民に回ってきます。親父さんは変人と言われたが、したたかに清掃で勝った。この方も、清掃については、おそらくご家族同様聡明だろうから、勝利が見込めるまで無駄な出馬はしないで、誰かの支援に回ると思う。誰につくかに興味はある。 どうして人気があるんだか、正直国の未来なんて考えずに、自身のことしか頭になくなった恒例の夫人の、皆様なのかな、指示してるの。いつも疑問です。アイドルじゃないよ、国会議員よ。水質汚染払拭,拭のための軽いノリのサーフィンアピールじゃ、なく、毎日そこの海で獲れた海鮮食べ続けるくらいの、気概はないのか、と呆れた。何の政策も上っ面でやってまかり通るほど、 総理の道は軽いノリでやらないでほしい。上手に誰か主力の人にくっついて、今まで通りうまく立ち回るのがオチ。